で、食生活ね、食生活のお話をするのに、今、食生活改善しちゃったもんで、僕がね。で、ちょっとね、脳梗塞の話をしなきゃいけないんですね。なんなのって脳梗塞。脳梗塞になっちゃったんですね。で、なんでなったのかっていうと、まあ、僕がまず野菜食べない、ね、魚食べない、で、ご飯食べないね、あんまり。だから肉ばっかりね、肉ばっかりで、肉と、なんていうかな、そういうサンドイッチとか、パンとか、ハンバーガーだとか、とかね、そういうのばっかりで、野菜食べない、魚食べない。そういう、それで酒がまた浴びるほど飲んでて、アルコールがね、それとタバコ、とにかく、体に悪いことばっかりやって、血液ドロドロになってたわけなんですね。原因はもうね、推して知るべしという、本人だけ、元気だって思ってただけなんでね。いろんな、その兆候があるのね、あれね。である日、昼間なんですけど、こういう壁から、中学の時に亡くなった、まあ、仲の良かった同級生が、中学生のまま壁から出てきました。3D の感じで、ビュワッと出てきて、遊びに行こうよって言って、僕を引っ張ってね、こう引っ張るわけね。で、連れて行こうとするわけで、遊びに行こうって言うから、いや、ちょっと、いや、今仕事行かなきゃいけないから、ごめんね、ダメだって言って、でも引っ張られたんだけど、うってやったら、もう消えていなくなって、こういうところ壁から出てきた。でも、それをおかしいと思わないんだよね。 まずそこでおかしいと思ってお医者さんに行けば脳梗塞の前兆だっていうことは分かったんですけど、それをおかしいと思ってなかったんだ。 そのまま、同級生が出てきたんだと思って、そのままずっと行って仕事して、そしたら今度ね、喋れなくなったね。なんかディレクターに何か言われた時に、10秒ぐらい答えが出ない。で、大丈夫ですか？大丈夫ですかって言われて、大丈夫ですとも言えないんだよね。だから、それがほんの10秒とかそのぐらいなんだけど、こう返事ができないのがあったのを覚えてます。そしたら、その後不整脈が来て、で、不整脈ってのは、僕は不整脈もともと持ってたんで、これは別に命に関わることはないっていう、全部こう調べてもらって、その時はね、っていうお医者さんに言われてたんで、大丈夫だと思って、平気で走ったり動いたり、ずっとやってたら、いつか収まるだろうと思ってたところが、ずっともう2日間3日間も収まんない、バクバクが。ドドッと、それがなんか、ちょっといつもと違う、ドッキンドッキン、ドドッとか、ドッドドドドッドドッとドドッとドッとドッとみたいな、なんかね、全然脈が取れないの。もうそれがなんか不整脈でも、それがもう危ない不整脈だったみたいで、それで目が見えなくなって、喋れなくなって、それで倒れちゃいましたね。動けなくなって、で、まあ救急車で、運ばれて、夜中の1時半ぐらいだったんで、どこの病院でも全部断られて、で、たまたま、帝京大学病院っていうところに、夜中、なんか手術が押したので、脳梗塞の手術をやってて、脳梗塞の、チームの先生が6名、チームが夜中の1時半に、僕が救急車で運ばれた時、本当に運が良かったの。救急車で運ばれた時に、もしその脳の先生がいなければ、待たされて治療が遅れるわけなんですけど、たまたまその病院で、
6人チームの手術をおっしゃったんで、6人先生がチームの先生がいてくれたんで助かりました、脳梗塞は。で、ここの血管が詰まったみたいな、ね、この血管が詰まってこっちになんか違いがなくなって脳梗塞になるんですね。脳の中が詰まったんじゃなくてここが詰まったみたいですね。なんかその血液ドロドロになってこれにこう血管が詰まっちゃったっていう、そういうことがありまして、 それの原因っていうのがだからその僕は知らなかったんだけど糖尿病になってたわけだね。血糖値650もあったんですね、その時に。でも本当に血圧も非常に高くてもう本当に250以上あって、で、まあ、本当に死ぬとこだったんですね。で奇跡的に助かる、脳梗塞から、まあ、こういうふうにどこも後遺症がなくて大丈夫っていうのはなんか 40% ぐらいの確率だっていうんで本当に僕は運が良かったなと思ってますけどね。でそしてその時に原因がやっぱりタバコと酒ということをお医者さんに言われたので、僕は63の時でしたから7年前ですかね、7年前からタバコと酒はぴったりやめて、でそのお医者様の言う通りのものを食事、今これ書いてきましたから